あ、そうです。岡田さんで、奥田さんで、ごめんなさい、ちょっと僕が今手元に安直がなかった。あります。あ、どうもあります。ありがとうございます。奥田さんと城先生の、発表で、AI の言語生成モデルを応用したライブコーディングの検討です。はい、では奥田さん発表をよろしくお願いいたします。はい。では、発表を始めさせていただきます。AI の言語生成モデルを応用したライブコーディングの検討というテーマで、九州大学芸術工学部音響設計コース修士1年奥田が発表します。目次です。以下のような流れで発表させていただきます。まず概要です。GPT-3 に代表される AI の言語生成モデルを用いることで、話し言葉のようなテキストからプログラムのソースコードを生成することができます。このような言語生成モデルを用いた既存のコード生成ツールや、言語生成モデルに追加学習を行った自作のモデルを用いて、ライブコーディング言語のソースコードを生成できるか調査します。その実践を通じて、AI の言語生成モデルを用いたコード生成技術のライブコーディングパフォーマンスへの応用を検討します。また、AI を用いたライブコーディングについての今後の展望について、考察します。まず背景です。人工知能の社会実装が進む中で、芸術デザイン分野での AI の活用が模索されています。2022年には、オープンソースの画像生成モデルであるステーブルディフュージョンが公開されました。上の動画はそのステーブルディフュージョンを用いて生成した動画で、新海誠が描いた月とか夜空とか闇とかっていうテキストを打ち込んで生成したものです。この動画は30分ぐらいで生成したものなんですが、その手軽さと生成される画像の品質多様さから世界中で大きな話題となりました。画像生成の分野に続いて音声合成の分野も近年すごく進化しています。メタとヘブライ大学はテキストによる説明から音声を生成する AI モデルオーディオゲンを発表しました。少し聞いてみると、まずは風が吹く中で口笛を吹く音というテキストから生成した音です。次に、大勢の歓声の中で話す男性の声というテキストから生成した音です。このようにテキストからそれらしい音声を生成することができます。楽曲を生成する AI モデルとして知られるのが、2020年に OpenAI が発表したジュークボックスです。歌詞の名前とジャンル、歌詞を入力するだけでそれらしい曲が生成され、時間と GPU さえあれば無限にそれらしい音楽を生成できます。これから流すのが OpenAI がサウンドクラウドに上げている音源なのですが、アーティストがビートルズで、ジャンルはポップスで生成された楽曲です。こういう面白い質感で音楽が生成できる一方で、1分の音楽を生成するのに5時間以上の計算が必要になるなど、リアルタイム性とは程遠いのが現状です。ジュークボックスは非常に高価な GPU を数百台、何週間にもわたって動かし続けて作られたことが論文内で明かされており、そうしたリソースを持たない一般の研究者、アーティストにとって、こうしたアーキテクチャの実用性は低いと言えます。そのため現在行われている音楽生成を目標とした AI 研究のほとんどは、直接生のオーディオを生成するのではなく、ミディデータなどの音楽を表すシンボルの生成を目的としています。今後 AI による音楽生成分野の研究が進むと、ステーブルディフュージョンのようにテキストを用いて行うような音楽生成で、ジュークボックスに匹敵するように、高品質の音楽をリアルタイムで生み出せる AI モデルがいつかは登場するだろうと思いますが、そうやって実現されるリアルタイムでのテキストの説明による音楽の生成を、今ある AI モデルや
それを用いたアプリケーションを組み合わせることで実現できないだろうかと考えました。そこで今回取り上げるのがライブコーディングと AI の言語生成モデルの組み合わせです。ライブコーディングとはプログラムを動作させた状態で即興的にコーディングを行う、その行為自体を表現形態とする一種のパフォーミングアートで、プログラムのソースコードを用いて音楽や映像を生成します。本校では Haskell というプログラミング言語のライブラリとして実装されるタイダルサイクルズのソースコードを生成することを目標とします。タイダルサイクルズはライブコーディングの創始者の一人であるアレックス・マクリーンを中心に開発されたライブコーディング言語で、テキストによって音楽的なパターンを生成したり反復を記述したりして、それを組み合わせることで単純なパーツの相互作用による複雑な音楽の生成を可能としました。AI の言語、自然言語処理技術は近年飛躍的に向上しており、中でも2020年に OpenAI が発表した言語生成モデル GPT-3 は画期的なアイデアとして広く普及しました。この言語生成モデルは 45TB ものの膨大なテキストデータを学習させて作られたもので、まるで人間が書いたかのような自然な文章を高精度で作り出すことができます。すでに多くの文章、自動生成ツールやコード生成ツールに利用されていて、その一つが2022年にサービスを開始した AI ライティングサービス AI プログラマーです。このサービスは GPT-3 の API を用いており、プログラミング言語の種類を選択し、どんなプログラムを書くか日本語で入力することでソースコードを自動生成することができます。この GPT-3 をベースとしてプログラムのソースコードと自然言語の変換に特化した言語生成モデルがコーデックスです。数十億行のコードを収集して GPT-3 をトレーニングし開発されました。 GitHub コパイロットはこのコーデックスを用いて開発されたコードの自動補完システムで、関数名やコメントを入力するだけでそれに続くコードを自動生成できます。次のスライド以降では今挙げた AI プログラマーと GitHub コパイロットという2つのコード生成ツールを用いてライブコーディング言語のソースコードを生成できるか調査します。まずは AI プログラマーを用いてタイダルサイクルズのコードを生成します。タイダルサイクルズのベースとなっている Haskell を言語として設定選択し、処理内容としてタイダルサイクルズを用いて D1 つまり1つ目のトラックに4つ打ちのバスドラムと裏拍のハイハットによって構成されるドラムのリズムを生成するというふうに記述すると、以下のコードが生成されました。このコードは BD がバスドラム、 HH がハイハットを示しています。ダブルクォーテーションマークで囲まれた部分が1小節を表すので、1小節の中で均等に8回音が鳴ることになって、最初の2拍でバスドラムを4回、後半の2拍でハイハットを4回再生するという意味のコードとなっています。一度聴いてみるとこんな感じです。指示通りに4つ打ちのドラムと裏拍でハイハットを鳴らすには下のようなコードとなります。このコードだとこういうリズムになります。つまりバスドラムとかハイハットという、まあ、分かりやすく楽器の音が指示されている部分に対してはその楽器を呼び出すコードが生成できていて、4つ打ちというフレーズからそれぞれの楽器を4つ鳴らすようなコードとなっています。裏拍のような音楽の専門用語を踏まえたコードは生成できていません。次にタイダルサイクルズを用いて D1、1つ目のトラックでシンセサイザーのスーパーソーで C メジャーセブンスのコードを鳴らしリバーブをかけるという処理内容でコードを生成し、以下の出力が得られました。スーパーソーというのはノコギリ波のシンセの名前です。このコードは C メジャーセブンスの表記が文法的に間違っていて、リバーブのエフェクトを表すシャープルームはその後に0から1をの値を取ってリバーブの量が与えられるので、正しくは下のようなコードとなります。このコードだとこういう音が鳴ります。こういう、このように AI プログラマーを用いてコードを生成すると、指定した楽器の音やエフェクトなどはコードの記述に確実に含まれるものの、
文法的な間違いが多く、リズムパターンの表記もうまくいきませんでした。次に GitHub Copilot を用いて Tidal Cycles のコードを生成しました。GitHub Copilot は、コメントアウトで書かせたいコードの処理内容を記述することでコードを自動生成します。AI プログラマーと同様に D1 に4つ打ちのバスドラムと裏拍のハイハットによって構成されるドラムのリズムを生成するという指示でコードを生成すると以下のコードが得られました。このコードは最初の2拍でバスドラムを4回、後半の2拍でハイハットを3回再生するという意味のコードになっています。 AI プログラマーと同様にコメントで指示した内容通りの出力は得られなかったものの、バスドラムのハイハットという名前はコードの出力に含まれていました。また同じ音の繰り返しを意味するかけるの記号や、少ない記述で複雑なリズムパターンの生成が可能なアルゴリズムユークリッドシーケンスを表す、括弧を用いた表記など AI プログラマーと比べてより実践的なコードが得られました。次に D1 でシンセサイザーのスーパーソーで C メジャーセブンスのコードを鳴らし、リバーブをかけるという処理内容に対しては以下のコードが得られました。リバーブをかけるという指示に対してシャープルーム 0.5 というコードが生成されており、値を取るエフェクトに対しては具体的な数値を指示していなくても勝手に適当な値を入れています。またシャープ S MIDI やシャープゲイン 0.5などに関しては指示を出していないコードまで生成されており、文法的なミスで生成実行できないコードとなってしまっています。今日より AI プログラマーと GitHub Copilot の両方とも Tidal Cycles のベースとなっている言語 Haskell のコードを学習させているので、 Tidal Cycles のコードを生成させても基本的な文法は概ね正しく生成されました。両方ともタイダルサイクルズのコードはほとんど学習させていないと推測され、複雑なリズムや実用的なリズムが生成できませんでした。 GitHub Copilot は以前自分が記述したコードの影響を受けやすく、コメントアウトで記述した指示に忠実なコードが得られにくかったです。 GPT-3 の学習データに含まれるタイダルサイクルズのコードの量を増やすことでよりコード生成の質は向上すると考え、次に GPT-3 を自分で用意した Tidal Cycles の学習データを使ってトレーニングし、生成されるコードの精度を確認することにしました。そこで GPT-3 に対してファインチューニングというものを行います。ファインチューニングは、既存の学習済みモデルを、ユーザーが用意した学習データでトレーニングし、特定のタスクに合わせて調整することです。データセットが少なくても高い精度が出せるというメリットがあります。GPT-3 はファインチューニングなしでもあらゆる用途の言語生成タスクに用いることができますが、ファインチューニングを行うことで特定のタスクに特化し、より高い精度で言語を生成することができます。学習データとして BPM を指定し、ドラムとシンセサイザーの演奏を記述したソースコードと、それを説明する日本語のテキストの組み合わせを406組用意しました。 GPT-3 にはダヴィンチ、カリー、バベージ、アダの4つのモデルがありますが、その中でも最も能力が高く、他のモデルが実行できる全てのタスクを実行できるダヴィンチに対してファインチューニングを行いました。結果です。D1 に4つ打ちのバスドラムと裏拍のハイハットによって構成されるドラムのリズムを生成するというテキストから次のようなコードが生成されました。一度聞いてみるとこんな感じです。リズムパターンに変化を加えるコードやクラップを鳴らすコードなど、テキストで指示していないコードが含まれていますが、4つ打ちのバスドラムと裏拍のハイハットを示すコードは正しく生成されました。次に BPM180 でサイン波で ESUS4 と Em9 のコード進行と、ドラムベースで激しいドラムを鳴らすというテキストからコードを生成しました。聞いてみるとこんな感じです。指示通りに BPM180 で
黄色い部分で示した、クラップ MC125 という部分は、存在しない名前のサンプルを呼び出すコードとなっており、エラーとなってしまいます。またテキストでは ESUS4 や Em9th を使ったコード進行を指示しましたが、生成されたコードに、反映されておらず、単音のフレーズが生成されました。以上より自分でファインチューニングを行った GPT-3 モデルの学習データは、コードに対して大雑把な日本語の説明を用意していたため、コードの生成を行う際には日本語のテキストに含まれないコードまで多く生成されました。これは実際にライブコーディングパフォーマンスを行う際に意外性のあるコードが生成されることを期待して、あえて大雑把な日本語のテキストを用意 したためでしたが、ライブコーディングのスタイルによっては思った通りのコードが得られた方がいい場合もあるので、日本語のテキストの書き方については見直す余地があると考えられます。そして生成されるコードは文法的なミスを含むことがあるので、学習データの量はさらに増やす必要があります。また用意した学習データは、1人が書いた数十曲分のコードを400、600までかさ増ししたものであったため、コードを記述した人の癖が大きく反映されたものとなってしまいました。GitHub に共有されているオープンソースのコードなど、より多様な学習データを集める必要が、あると考えられます。本校では AI の言語生成モデルを用いた2つのコード生成ツールと GPT-3 をファインチューニングした自作のモデルを用いて、ライブコーディング言語 Tidal Cycles のコード生成を試みました。その結果、既存のコード生成ツールよりも自作の AI モデルの方が精度の高い生成結果が得られました。ライブコーディングパフォーマンスのスタイルは大きく分けて2つあります。1つは、白紙のエディターから始めてその場で1から全てのコードを書くスタイル、もう1つは事前に用意したコードのフラグメントを DJ のようにその場で組み合わせていくスタイルです。後者のようなスタイルのライブコーダーのことをコードジョッキーと呼ぶことがあります。コードジョッキーは基本的に事前に自分で作った曲をつなぎ合わせますが、DJ は自分の曲をかける人、他人の曲だけをプレイする人がいて、むしろ後者の方が多いかもしれません。ライブコーダーにおいても他人が作った曲だけをプレイするコードジョッキーのスタイルがあってもいいのではないだろうかと考えます。本校で検証した AI の言語生成モデルを用いることで、自分が作ってない曲だけをつないで演奏する新しいコードジョッキーのスタイルが実現できます。その演奏の面白さを担保するためには、今後学習データを増やしてより多様な生成結果を得ることが望まれます。参考文献です。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では会長から何か質問。はい、北川さん。日本大学北原と申します。時代の流れに乗った素晴らしい研究で大変感銘を受けました。最後の方のドラムベースの、あれはそういう、ああいうドラムパターンが最初から何でしたっけ、Tidal コースに含まれてるんですか？Tidal Cycles の、Tidal Cycles の、もともと入ってるサンプルで、ブレイクビーツのサンプルがあって、それを、切り刻んで、再構築するみたいなコードを自分で学習データとして、集めてます。じゃあ切り刻んで再構築するっていうのが、ドラムベースも激しいっていうのと、結びついてああいうコードができてると。フィルターのカットフリクエンシーがどんどん下がってくるっていうのがあったと思うんですけど、あれは勝手にああなっちゃったっていう感じなんですか？はなんかこう予期せないしてないコードが生成されるように、ああいうのも含めてなんかいろいろエフェクトを足しているコードとかも学習させていて、それが生成されたという感じです。はい、でごめんなさい、ここからちょっと私の聞きたいことなんですけど、実は最後の展望のところである程度答えてくれちゃってるんですけど、これ具体的にどう使うことを想定されてるのかなって話で、あれ多分日本語をゼロからあれ打ち込むって結構冗長じゃないですか。でもあれすげえよく考えたらあれ誰でも理解できるので、あれが目の前にあってあれが、生成されてすごいワクワクするエキサイティングな感じがあるんですが、冗長な記述をグワーって入力させることを想定しているのか、
その辺の、使い方、もしかしたらさっきの後者のコードジョッキーの方に今後あのシフトするのかもしれないですが、そのあたりってどういうふうに考えてらっしゃるか教えていただけますか。今考えてるのは本当シンプルな技術で結構大量のコードを生成させて、なんか意外性のあるコードを、まあ、シンプルな日本語のテキストから生成されるみたいなことを考えてます。なんか1個前の引き継ぐような形にすると、例えばバスバレを通知とだけ言ったら、バスバレを通知が始まって、でそれもそれを維持した状態で、例えばハイハットを裏吐くとか、こうなんかこうベースがどうこうとか、こっからフィルター全開とか、まあ、そういう形にするともうちょっとこうライブ感が増すなっていう感じがちょっとしました。すみません、ありがとうございました。すみません、司会交代、引き継ぎました。よろしいですか。はい。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。じゃあ、はい。はい。今コードを媒介にして音楽を作り出すということをやってますけども、例えばそのテキストを与えて音楽を作るっていうんだったら直接統合学習しちゃえばいいんじゃないかっていう気もするんですけど、あの DJ に近いのはそっちのような気がするんですが、そこら辺の見解みたいなものをいただけますか。そうですね、まあなんか、まあ、一つはその、まあ、最初の、背景のところでも喋ったんですけど、直接テキストから生の楽曲を生成するのにはまだその時間がかかりそうというか、あの数百台の GPU を使って1ヶ月とか学習させてもそんなにリアルタイムではできてないっていうのがあるので、今ある、まあ、AI モデルを使ってやってみようっていうのが一つと、あとは、ライブコーディングでしかならない音というか、あのまあ、そのライブコーディングならではの面白い音っていうのはあると思うんで、まあ、そこの興味みたいなのでやっています。はい、あともう一点、あのライブ中の方、演奏中にですね、演奏中に CCDC って、要するに演奏できないコードが出てきた場合というのはどういうふうにやって対処するものかという、これはじゃあの実際の演奏家の立場からですけれども、この黄色で示しているところエラーって言ったんですけど、この最初の棒2つっていうのがあのコメントアウトにする記述で、まあエラーって言ってるんですけど、実際にはこのエラーのところをコメントアウトにして、実行には関係ないことにしているので生成できるので、なんかエラーが出るときはこういうコメントアウトで削っていくみたいな感じでやっています。今それは パッと見で分かるっていうことなんですか、エラーだっていうのは。いや分かんないで、まあ経験でやってる。ああなるほど、経験でってことね。じゃあ間違ってあの実行できないコードを実行してしまうこともあるかもしれない。はい、はい、了解しました。ありがとう。他に会場から、はい、明星大の横山です。あの面白い声ありがとうございます。ちょっと私はこの辺よく分かっあのシステムのことからちょっとお伺いしたいんですけれども、このタイダルサイクルスっていうのがあの下のコードコマンドみたいなコード で GPT-3 っていうのはこの日本語を入力してそこからタイダルサイクルっていうコマンドを出力するっていうところのシステムの流れで合ってますか。はい、そうです。ですいません、でその学習させてタイダルサイクルのコードを吐き出すっていうところの学習のやり方ってどうやってるのかをちょっと聞きましたら申し訳ないです。どうやってるんですかね。というかデータをどういうふうに作って、どういう学習させてでどういう評価して、でその例えば評価するときにどれぐらいの正答率とかバリデーションっていうその辺はどうやったのかなというのがちょっと気になります。GPT-3 の、AI モデルの API を使っているんですが、学習データとしてそのコードの記述とそれに対する日本語のテキストという組を、まあ、用意して、それを、その
OpenAI が用意している、まあ、機能でなんか学習させているみたいな。あ、このライダルサイクルとか GPT3 でこういう学習させる API があってそれを使ったと。あ、そうです。あ、でそれで学習したその学習データが406点だから、まあ AI のその学習量としてはまあかなり少ないと思うんだけど、この辺は自分で手作りしたってことなんですか。そうですね、一応なんかオープン AI が言ってるのはなんか最低100組必要みたいな、少ない、学習データの量は、まあ、少なくても一応いけるっていうのがファインチューニングなんですけど、まあで、自分でやってみたところ、まあ、100じゃ全然うまいこと生成できなかったんで増やしていって400で、まあ、やっとそれなりに生成できるようになったかなっていうので、はい、こうなってます。あ、どうもありがとうございます。はい、では、時間になりましたので、奥田さんの発表を終わります。どうもありがとうございました。はい、